初期衝動もう蘇らせる時に、案外重要なのは俺これじゃないかと思ってる、うん、衝撃体験なんかだからは初めて子供の時に見た何か食べた何かみたいなもの、うん、ほう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 、うん、意外とそれが引き金になって、うん、まあ、なんでこんなことやってんのってところにつながっていく衝撃体験、ね、そう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 海岸に遊びに連れてってもらったことあるの海に、はい、子供の時に家族で海とか行くじゃない。そうするとさそのまあ旅館だなんだとか言って、まあ、バタバタ落ち着いて、まあ、明日また海に行こうよねみたいな時間帯に夕方ぐらいにさ我慢できなくてさ一、うん、人海辺に行っちゃったりなんかするわけだよ。行っちゃったりなんかしちゃったりして、そうそうだって何しろ埼玉だからさ、うん、海だ。ああ、なるほど、ね。もう嬉しいわけ。海に対する、海に対するもうそしたらそこれさあれじゃないか、なんつうかいわゆる引き潮になった時にさ、はい、タイドプールっていうのできるじゃんか。あ、う、あ、ん。とかああいうさ岩場にさ生き物たちがさ、うん、取り残されてたりするじゃないか。うんうん、ああいうのをもうたまんないわけ。逃げらんないのはやつらそこにいるんだもん。観察し放題。はい。うん。どんだけ上がったかっていうその時の気持ち。わかんない？その魚がここから逃げられない状態で自然のものが閉じ込められてて、イソギンチャクはいるし、いろんなものが天然の水槽みたいになってて、天然の水槽でちょっと歩いてったらイケスがあって、でっかいところにそのイケスのところまで行くわけだよ。そしたらそのイケスの中にこれくらいのサメがいるんだよ。へー、落ちたら死ぬかもって。死ぬわけないんだよ絶対、ね、そんなサメが俺を殺すわけないんだけど非常に緊張した、その野生動物と、いや、まあ、そのそこにいるサメの、それで帰ってくるタイミングにね、赤靴っていうね深海魚、真っ赤な丸いね、うん、その円盤みたいなね、うん、魚がね、うん、海岸に転がってた。え、生きてた深海魚なの。そうで、俺は魚動物とにかく大好きだから常に図鑑を持ち歩いてる子供だったの。え、俺そういう子供なの。そうで、特に好きだったのが魚介の図鑑なの。もうこんなん魚くんと話したら止まんなかったけど、もうだからその時に似た赤靴の話はさかなクンとものすごい盛り上がったんだけど、そのどこの海ですか。多分千葉だと思うんだよね。そう、そのまあその図鑑でしか見たことない、イラストでしか見たことない赤靴が実際にそこにある時の衝撃みたいな、いやもう忘れられなくて、なんでそれで漫画家になったのかっていうのはまた別の話かもしれないけど、繋がってんだよ、やっぱそこに感動があったんだよ。まあ原初のね、面白いって思う、それで俺生物オタクの漫画描いてるんだよ。方法じゃなくて、そうで不思議な、ただ好奇心が、そう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 、でそこに何かあるんだよ、うん、俺は一人で海岸を歩いて見たことのない生き物に出会ったっていう感動が、その子供の時の衝撃体験っていうのが引き金になってるのは明らかなんだよね。そこから行けば、なんつうかな、自分がなぜそれを始めたのか、そして今後何をすればいいのかってところにつながっていくという感じで、自分が本当に12歳の時に火をつけたのは何かっていうのをもう一回思い出すというさ、俺だって俺だってってさ思ったのはいつかっていうさ、俺ドカベン読んだ時だったのかもしれないよね。ああ、なるほど。そう、手塚作品だと俺はもう無理かなと思ったけど、そのブラックジャックすごすぎて、さすがに、ただなんかドカベンマカロニぐらいだったらいけんじゃねえかっていう、そういう、そういうその誤解って大事だよなっていうさ、うん、そうそう俺の世代だと、ね、そうだった、あの頃のチャンピオンだったし、あとね星新一とかね、シンプルですごいスマートですごいじゃん、うん、だけどただの字じゃん、だから書かれてることはね、その壮絶すごいテクニックを使ってやってるわけじゃなくて、でも後で分かるんだよね、あれが一番難しいね、ショートショートがね、星新一のやり方は本当に究極だよね、マチスだよな、だからあれはなかなか難しいんだけど、でもいけんじゃねえかなとかって思ったりとか、そういうね、まあもちろんビートルズなんかもなんか火をつけた時のことを思い出してくれるし、ブルーハーツのマーシーのギターとかね、なんかマーシーのギターって誰でも弾けそうじゃんなんかガッて上がるじゃん、俺もってなるじゃん、うん、ああいうさ、ああいうのをもう思い出すみたいなさ、大学の時見たゴダールとかね、ゴダールにぶん殴られた時のこととか思い出すと、それは思い出す、火がつくよね心の。作家性の強い人がさ、天才肌のやつがバーンって現れて革命を起こした時に、まあ周りがこうやってぶっ壊せばいいんだっていうのを見せてくれて、それについてったとか、ブルーハーツとかもそうだけどさ、だからそういうのはなんかみんなあるんじゃないかなって気がするんだよね。多分ね、初期衝動がね消えてるのっつってね、毎日同じことやってると思うんだよ、大体そういう人って。
毎日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 同じことやっていくうちにだん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 こうその情熱の炎が消えていくっていうのかな、どうやっても蘇らせたらいいのかっていうと、やっぱりなんか単純な話、なんか感動体験を思い出すっていうのもでかいかなと思って、コンテンツでのその感動体験っていうのはまず一旦思い出すのもありかなと。嫉妬ですわプロでやってるとね、ほんとめんどくさいのが自分以外の作品でみんながチヤホヤされてるのが気に入らなくなるねえ本当に、ね、本当に本当にそう、本当そうだよね、羨ましい最果てた日が羨ましい言ったぞみんな、つくぜが本当のこと言ったぞ、ちくしょう、ちくしょう、俺が面白いやつもあるのにっていうやつ、そうでしょ、うん、お前もそうじゃん、全然ある、そう、うん、でだからもう俺なんかずっと30年間ずっとそう誰かが俺より売れてんの常にしかも直接友達だったりするの、はい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 、でそいつ、はい、そいつ嫌なやつだったらいいのにいいやつだったりするし、うん、そう優しくしてくれて優しく、あなたの漫画好きですって言っちゃって、お前がそれを言っちゃったら俺がこの気持ちどうしたらいいんだよっていう大変もうこれ大変ですよ、それは大変だ、だこれはねもうあらゆることにあると思うんだよね、うん、いやだこのさ嫉妬って本当にめんどくさくて、多分俺エヴァ見なかったのも嫉妬だったと思うんだよね、だからそのエヴァやってる時に俺はアガペーズ書いてて、うんうん、そっちの方が面白いと思ってたのに、だからもう見る前から気に入らないんだよ、うんうんうん、何がエヴァンゲリオンじゃいと思ってたわけ、それはなんかやっぱり どうしても自分よりもその同期もしくはちょい近いちょい下ぐらいになってもう一番きついよ、うんうん、井上武彦1個下、うん、きついよ、きついなそれは1個下ってなんだよと思って、うん、あいつ10個上だったらよかったのにと思って、うん、そしたら先輩すごいっすねって言えたのに、うん、ちょっと下、そう、そういうのほんと困るんだよね、だから俺はこの嫉妬ウォールを消す方法を考えました、はい、はい、もうこれね一旦ねこういうことしましょう、自分を12歳にしましょう、中2でもなく、あのね小学校6年生、ね、うん、最高、いやもう小学校6年生だともうね跳ねないから、もうこの年はまだ無理だから、うん、跳ねるの、うん、だから完全なお客でいられる年、ただもう北川13歳でデビューしてるから、もう13歳から微妙ですだから12歳はもう無条件にお客でいられるという、うん、一旦自分を12歳にしちゃうことによっていろんなそのコンテンツをただの一般人として見ることができるという、うんうん、こうしないとやってらんねえのなっていうくらい、てか俺はだからその嫉妬をねじ伏せたっていうか、うん、ねじ伏せたんだ、ねじ伏せたね、強引に力技だしすごい時間かかるし、うん、だからやっぱりその設定で変えられる方法ないだろうかと思ったら、やっぱりこれ12歳設定っていうのはありなんじゃないかなと思って思うのと、あとは他の人のコンテンツっていうのは俺ね、お客として見る気になれなかったらもう取材として見ようと、もしくは文化人類学の研究として見ると、うんうんうん、例えばなんかそのアイドルとか何がアイドルじゃいみたいな気持ちになると、うん、アイドルがどういうことなのかもわからないうちに外してんじゃん人生から、うん、だからそこにもしかしたら初期衝動を火をつけてくれる何かがあったらどうすんだって話じゃん、うん、例えばそれはエロゲーにしてもそうだしアニメにしてもそうなんだけど、まあ、俺にとってはすごく外してたんだよ全部、でもなんかあるんだよやっぱり、でそしたら一旦取材させていただきますっつって入っていけば、まあ、とりあえずそこでプライドは維持できるんじゃないかなという気がするんだよね、12歳になる、取材者になる、学者になるっていうところのシミュレーションから一旦その嫉妬を外すことできんじゃないかなとは思うんだよね、それで俺もすごくその初期衝動っていうのをこう、どうやって立ち直らせていくかっていうのを考えたんですけど、一番大事なのはこれだと思うんだけどさ、言い訳でさ俺には家族がいるからとかさ、こうしないとプロとしてやっていけないからとかっていうところからさ、いろんなその自分が望んでいるものを作れない状況っていうことを肯定しているというか、毎日毎日言い訳してんだよ、だからこびないと商業誌やれないからなみたいな、それ一旦全部外したらどんなものを書くのかっていうことをシュミレートするっていうのがすげえ大事だなと思うのね、もしね、そのね、自分に10億あって、うん、でもう10億あったらお金のためにやんなくていいじゃん、うん、出版社も雇えるわけじゃん、だからじゃあそれでも漫画書くんだったら書くのかって、まずそこでもうそれでも漫画書くのかって言われるわけだよね10億あったら、うん、
いやそれでも漫画描くんだったらそれは本物の気持ちじゃんそれって、はいはいはい、で何描いたっていいわけじゃんそしたら、うん、したら何描くのかっていうのをもうそこで原点に戻れるなっていうのはすごくあると思う、うんうん、だからそのどうやったらその時間とねお金と人の目がなかったら自分は何をするのかっていう、うん、だいたいその辺のところで自分がその拘束されてるんだよ、はいはいはい、それをまず経済的な需要とかね外すっていうのはあるかなとは思うんだよね、うん、であとねこの番組やっててねすっげー思ったんだけどね、はい、俺ね初期衝動ね消えてないんだよ、はい、でねそのうちのいくつかの一つの原因っていうのはやっぱこれすごくあるんだと思うんだよ。もうね各世代のね神コンテンツを見せられてる毎週でこれでかくって俺の年になると多分サラザンマイ見てないと思う、うん多分普通は見てないんだよ。まあ窓マギとかもそうだけど最近やってたやつ全部そうだけど、うん、今の若い子たちがさばいてるもの、うん、そのそれこそヤバい T シャツ屋さんから そういうものに至ってまで、うん、なんだろうこの世代ならではの神コンテンツってあってはいはい、はい、それは常に盛り上がってんだよそこでさ、うんうんうん、だけどどっかでそのあるところまで行くと俺はガンダムでいいやって止まるんだよね、うんうんうん、これが初期衝動を消してしまうというかガンダムを忘れた時に何かが消えていくっていう。まあレイさんガンダム見てなかったけどね。そう俺だからおさむだった。ガンダムエヴァも見てなかったけど。そうだからガンダムあずっとおさむのままだったみたいな。ずっとおさむで止まって。はいはい、そう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 